上等通りは山梨県甲府市の通りである。甲府警察署前交差点から笛吹市伊沢町境界まで甲府市街の東側半分を東西に結んでおり、全長は約5キロメートル、前線に渡り片側1車線である。もともとこの道筋は江戸から甲府城下町に至る甲州街道の一部であり、甲府東部の伊沢塾から精神する甲州街道は甲府城下へ入り、 考察場があり、甲府城下町の政治的、経済的中心地でもある甲府柳町塾や8日、町付近を通過し、甲府城下を抜けて西の庭崎塾へ向かう。現在上東通りと呼ばれる区間は、甲府市内の甲州街道区間と完全に一致する。市街地を東西方向に横断する古くからの道路で、福音が狭く、線形も悪いにもかかわらず、 甲府と東京方面を結ぶ高速バスや多くの路線バスの走る重要路線であり、渋滞が向上化している。近代に入り国道を20号に指定され、その後国道140号に路線名変更を経て、現在は全区間が国道411号に指定されている。甲府市街地では筋違いと呼ばれる、意図的に道路をずらした構造の箇所がある。1車線分の幅が、 交差点を挟んでずれている。山梨学院大学付近から甲府市中心部方面を撮影。名前の由来は、この通りが甲府城の東側に位置した城の東であることによる。甲府市街と伊沢町を結ぶ古くからの幹線道路であり、明治から昭和初期にかけて、 甲府と勝沼を結んでいた山梨馬車鉄道の併用軌道としても使用され、路面にはレールが付設されていた。甲州街道であったことから国道20号線の一部に指定されたが、もともと城下町特有の外部からの侵入を拒む設計の道路線形であり、現在でも鍵の手と呼ばれるクランク状の区間が2カ所あり、また、交差部で道を、 意図的にずらして直進性を損なわせる筋違いと呼ばれる交差点が数箇所あるなど、現在の車社会において著しく交通渋滞を誘発させる線形であるため、1971年に甲府市街を南側に迂回する甲府バイパスが建設され、上等通りは国道20号線から国道140号線へと路線名が変更された。さらに、 昭和50年代末には国道140号線も別路線が新たに建設されたため、上東通りは2013年現在国道411号線となっており、国道番号が3回も変更することとなった。なお上東通りの南側に並行して4車線のバイパス道路国道411号上東バイパスが建設中であり、将来的に上東通りは 国道ではなくなる予定である。上等通り経路を記入した空中写真。甲府市街地に大小2つのクランクがあることがわかる。この画像が撮影された1975年時点では、山の手通り、和子通り、上等バイパスはない。国土交通省国土画像情報をもとに作成、金で駅付近と善光寺駅付近。 NTT 西交差点と桜町中交差点及び、甲府警察署東交差点。山梨日日新聞社編集。山梨の20世紀甲府バイパスが一部開通。142から143ページ2000年8月10日。第1冊発行 ISBN4 から 897106966. ありがとうございます。